皆さん甘い誘惑に負けないようにしてください。最後に警視庁から皆さんにお知らせです。警視庁では来る2020年東京オリンピック・パラリンピックを捉えて、一緒に警視庁警察官としてこの一大イベントを成功させるべく頑張ってくれる仲間を募集しています。少しでも警視庁警察官に興味のある方いらっしゃいましたら、警視庁ブースで警察官にお声掛けください。今日は制服を着た警察官の他にも、スーツを着て皆さんにオレオレ詐欺についてお話ししている人もいます。警視庁では様々な人種を、様々な人材を募集しています。自分の持っているこんな資格は警察官として活かせるのかな、どうやったら警視庁警察官になれるのかなと思っている方、ぜひ勇気を出して警視庁ブースで声をかけてください。何でもお答えします。それでは会場内混み合っていますが、前の方に続いてゆっくり進んでいただき、皆さんがニコニコ楽しく今日一日を過ごせるよう、ルール、マナーを守った行動をお願いします。